こんにちは、ハイジです。というわけで、なんと、皆さんお待ちかねの、エンタ芸人との、会談が今日行われるということで、私、六本木 YouTube スペースの中にあります、居酒屋セットに来ております。皆さん、こんにちは。こんにちは。お願いします。お疲れ様です。久しぶりすぎて、はい、もう、みんな緊張しちゃって、緊張しますよ。やっぱ今日は緊張すると思って、はい、一応居酒屋に来まして、はい、もうざっくばらんにまた打ち解けようということなんです。あ、これ居酒屋だったんですよ。見たらわかるじゃん。さすがにそれわかるでしょ。何なんですか、これ。居酒屋以外何なんですか、これ。これ宇宙船か何か。宇宙船でこんなのないです。今日はもうざっくばらんに話もしたいので、はい、他のお客さんがいるので、はい、他のお客さんに、こちらの箱に、皆さんに対しての質問を書いてもらって、絶対に答えなきゃいけないっていうのをやってみましょう。ほうなるほど。で、もう一回腹割り合って打ち解けようということで。我々に対する質問ですか、ね、そうです。みんな興味ありますかね。ありますよ、皆さん。スターなんですよ。そこよ。ね、大事なスターですもんね。何も書いてくれない可能性あるし。エンタ芸人知ってますよね。ほら。知ってるんですか、エンタ芸人。お客さんみんな知ってますから。ストライク世代です、今日。嘘、外角ギリギリ。レッドシアターでしょ、レッドシアター。レッドシアター世代。レッドシアターでもある。しずるとかハンニャ、やっぱそっちでしょ。いやでも国民的なキャラですから、皆さんはっきり言って。うん、エンタは今もついてますから。皆さんちょっと書いてもらえますから、ね、とりあえず質問を。質問なんかあるかな、はい、どんなえぐくてもみんな答えてくれますから今日は、はい、で僕らも1枚ずつ書きません。ああ書きましょうか。僕らも入れて、で自分も出ちゃうかもしれない。誰に対する質問ですか。それは誰が聞くか分かんない。引いた人がその答えです。全員じゃなくて。ただ、えぐいこと書いて自分に回ってくる可能性もありますから。うわ、怖い。なるほど、はい、気をつけてください。趣味は何ですかぐらいにしとこうかな。そんなのもうパッとしますからね。やっぱ興味あることや。興味あることがいいですよね。ね。はい。ありがとうございます。じゃあ、皆さんも入れてください。はい。はい。おぉ。もう行きますか、ね、いっぱい、いっぱい行かなくていいの。乾杯、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 緊張しちゃってみんな。乾杯。乾杯。はい。多分僕もね、いるんだ。ことね、え、楽しい。僕もエンタ芸人みたいなんで。あ、そうです。出てたじゃないですか。出てた。誰も出てない時に出てましたからね、エンタ芸人。見たことあります？エンタ。ないですか？ない。お客さん。ありますよね。あれ。紹介のやつ何でしたっけ、あれ。未来型マリオネット。未来型マリオネットさん知らないの？僕は陽気な謝らっぱ。ああ、そうかそうか。気ままな長様。あ、はいはいはい。ああ、そう。響け気づいちゃった前。ああ、いいじゃないですか。何やったっけ。未来型マリオネット。未来型だ。じゃあ弾いてください。どうしよう。せーの。はい。あ、何。あ、ケイスコさん。ケイスコさんです。はい、じゃあ弾いて。すげー楽しいんだけど。うわー、これ楽しいですね。やばいやばい。うわー、いくぞ。はい、いいや。あー、出た。あ、受けてる。よかったね。じゃあ行きます。はい、ドン。お、個人的に大好きな芸人さんは。あ、あ、そっち。いいじゃん、いいじゃん。いいじゃないですか。ポジティブな方ならいいですよ。こういうの知らないですね。俺はね、一人でやってるじゃないですか。はい、はい。だから本来めちゃくちゃツッコミが欲しいんですよ。なるほど。ツッコミね。漫才というか二人でやりたかったんですか。もともと漫才がやりたかった。しゃべくり漫才がやりたかった。初めて聞いた。どう見えてるか知らんけどね。全然違いますよ。もう愛し恋し師匠みたいなのがやりたかった。だからツッコミしっかりできる人が。なるほど。結構好きで、バイキングのあの小峠さん。小峠さん。名前も出てこないで大好きで。あんな有名なのに。小峠さん。小峠さん、あの、怒る。強めな。強めな。あー、ビシッと言ってほしい。あ、いいと思います。あー、すごい、面白い。これいいっすね。めっちゃ面白いんだけど。そういうの聞きたい。やば。そう。メモってるもん、みんななんか知んないけど。小峠さん。はい。出るよ。死んでるよ。はい。メモってる。絶対出ないでしょ。はい。いや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 。やっぱあるんですね、こういうのあるんですよ。あららら。これ当たりやったら、指名していいんじゃないの。いやいやいや、そうじゃない。なんでルール勝手に決めてるんですか。なんでみんなが。はい。じゃあ行きますね、どんどん。はい。お笑いをやめたいことありますか。思ったことありますか。急な、急な思いが。この落差があって。今25年目。あ、25年目。四半世紀の同期と。
同期は同期どうですか、ね、はい、同期はロンブーとか、はい、ペナルティもうどんどこどんとか、あ、世代なんですか、ね、一緒にやって、はいはいはい、でハローケースケっていう支店の支店ですか、7丁目支店の支店のこれいつでもカットできるでしょ。いや、これは流しません。もう20回ぐらいやめようかな。まあ、あれ本当にやめても田舎帰るぐらい。ああ、ありますよ。あります、あります。何年ぐらいなんですか。去年。去年あれはできたの。あれは去年。大丈夫なんですか。不安になってくる。もういよいよ田舎暮らししようかな。へえ。あったかいところへ行こうかな。おお。それ何かあったんですか、その時。え、何かあったんですか。何、うん、かあったんですか、きっかけというか、なんかすごいところで大滑りしたとかあって、はい、全然受けないとか、はい、きっかけ、はい、きっかけはなく、なんとなく蓄積ダメージ、ああやめてーって急になるってことですか。ちっちゃいきっかけの積み重ねやねなるほどなるほど、それが溜まってくるんですね。そうそう、ボディーブローがいっぱいあったんですね。じゃあある日来るんです。そうそうそう、すごいな、いい質問、いいっすよ、せーのなんかインタビューしてるみたいになっちゃってるよね。ちょっと待って、密着みたいになってるよ、密着。はい、はい、今財布の中にいくら入ってますか。あ、お、いい、これもうすぐ分かる。分かんない。分かるでしょ。持ってこないとほんまに分かんない。いいっすよ、持ってきてもいいですか。持ちます、全然待ちますよ。ほんと、じゃあちょっと行ってくるね。いいっすよ。じゃあ行ってきます。その間に1個やっときます。あ、来た。ですよ、ね、おー、来た、喋りたい。はいはい、ちょっと入ってみませんで引いちゃおうかな。みんなでどういうこと。いいですか、入ってみませんで。あー、戻ってる。いいですね。レスヨさん、いいですね。吉本興業さんのいいところ、え、入っててよかったと思うことです。これ真面目に答えていいですか。あ、もちろんもちろん、はい、もう吉本ってすごくないですか、うん、みんなやっぱ他事務所の方とかも、うん、やっぱ吉本がいいって言うんですよ、うん、それなんでかっていうと、はい、お笑い芸人やってんのってどこって聞かれた時に、うん、吉本っていうと、うん、これ東大って言ってるようなぐらいの威力があるみたいです。ああ、それは分かりませんでも、それみんなに言われるから。お笑いといえばだもんね。そう。あと劇場とかも多いし、うん、仕事はすごいありますよね。そうだよね。一回売れたらもう大丈夫みたいなところありますよね。うん。そうそうそう。月何回ぐらい出てるんですか。劇場どれぐらい出てるんですか。月2回ぐらい出てる。全然仕事大丈夫じゃねえ。大丈夫じゃねえよ。何が大丈夫。おー、いい財布だ。バス。うわ、これは半端だ。見る、じゃあ、うん、あ、見ましょう。こっちで見て、見せてもらっていいですか。いいですか、そんな。すげえ、ちょっと、え、え、結構、あ、結構入っ、お札入ってる。え、すごいよ、お札がちゃんと入ってる。小銭いい、こんなきっちり測る。小銭まできっちり測るんですね。五円玉ケースが多すぎません。五円多い。五円集めてんのかな。五円、五万円。あ、使いましょうよ、五円とかちゃんと。五円。やべ、お札がちゃんと、あ、あ、ちゃんと持ってる。ちゃんと、あ、すげえすげえすげえ。いくら、まあ、9000円も入ってますよ。いや。ただ。え、え、ただですよ。え、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 うわ、え、いくわ。いくら入ってた。49000円入ってます。なんで、なんで、てかもう抜けたかったんでしょ。いや、やっぱ常に。すげえ。お、じゃあこの後よろしくお願いします。いや、ね、え、え、だからなんで、だなんで、結構ある。なんで、しかも夢あるでしょ、だからね。え、吉本で売れたらこうなるんですよ。なんでこんな売れてるわ。赤じゃない人ってことですよ。3人ぐらい答える。ああ、いいっすね。あ、でもそうしました。3人答えます。あと最後ぐらい、もう最後だから、最後は赤じゃない人答えましょうか。はいはい、あら、こんなことってあるんすか。今日はもう、今日はもう、今日は全然答えへんの。今日はもう質問ゼロでした。ゼロです。今狙っている番組は何ですか。うわぁ、あー、いいじゃないですか。僕は、あの、帯番組で、帯番組で夜中の11時台くらいに、佐久間さんとパンを毎日食べに行くっていう、佐久間和之さんとパンを食べに行くっていう帯番組。そういう企画してる。どんぐらいまで、どんぐらいで、どんぐらいで、それやりたいですね。
いいな。いや、それ言ったら僕も深夜やりたいですよ。その謝りに行く謝罪代行サービス。ああ、はい。それもドキュメント。いや、やりたいです。あ、面白そう。それはね、もうちゃんとリアルでね、面白そう。俺ね、歌番組の司会やりたいです。タモリさん、タモリさん。